天木池岳は、江戸時代の岡山藩主池岳の一族で、備前天木の領主。初代、池田義行は、池田照正の兄、池田本助の着難で、照正に仕え、法規兵士三万二千国を領した。二代油性が、藩主、三政の岡山移宝に伴い、米子から備前に移り、官営十六年天木に陣屋を構え代々領した、ため、天木池岳と呼ばれた。 また、油性は、赤穂事件で知られる、大石義雄の外祖父にあたる。このため、元禄十四年の赤穂事件の際に、四大吉勝は、大石義雄の遠籍であることを理由に二千国を、現じられ、以降六高三万国となる。六大聖巡は、水戸藩主、徳川春都市の聖母や代君の外祖父にあたる。幕末期に、幼少で家督を継いだ十一大聖和は、 明治24年に男爵に除され、家族となった。池田義行米市3万2千国、池田雄正天木3万2千国、池田義高池田義勝天木3万国池田補強、池田正純池田正隆池田正隆池田正則、池田正明池田正和池田正介池田、正行太線は、実施、細線は養子。常置。元助てる正長吉長正。 吉行元信由性由栄忠義のせい吉高由亭熊子イコールイコール大石義明湯勝湯道大石義雄、補強正澄清京清達正高長江正則正明正和正助正幸 ありがとうございます。